皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今日はオートサロン前日ということで、これから出展する車を搬入していきたいと思います。で、僕が持っていく車はテックアートの新しいコンプリートカーでございます。詳しくは明日ワールドプレミアなので、まあ、詳細お届けできないんですけれども、ちょっと出しちゃおうかな。はい、多分モザイクになっちゃいますけど、こんな感じです。というわけでこんな感じで仕上がったんで、これをオートサロン会場に運びたいと思います。まあ、実際明日全部ワールドプレミアになって、世界中のディーラーにこの車の写真でこんな車がテックアート出しましたよっていう案内が全部一斉に届いて、ホームページなんかにアップされるということで、まあ、いち早くオートサロン会場に来ていただければチェックすることもできますんで、ぜひ見てみてください。というわけで安全運転で行ってまいります。今年は大阪から運んでくる車がなくって、全部あの関東と名古屋の井村さん担当した車が3台かな。というわけで、まあ、大阪から陸送してきて、まあ、去年みたいに葛飾店に全部集合させてとかっていうのがなかったんで、まあ、その点、まあ、多少搬入は去年よりは大変ではないかなと。ただ今年もっすね、あのラインナップは本当にすごいラインナップになってるんで、まあ、ちょっと運ぶ側としてもめちゃくちゃ緊張します。だってターボ S って言ったら車が新車で3600万ぐらいでしたっけ、車になってきて、それに改造費プラスされてるんで、もう本当にマンションみたいな金額の車で、こんな YouTube 撮りながら本当はあのふざけて運んでいい車じゃないんですけど、まあ、そんな車を運んでおります。で、一足先にはあの SNS で出店車両外観写真アップさせていただいたんですけれども、皆さん見ていただけましたかね。まあ、一応あのワールドプレミアの救急に今運んでる車以外は全部インスタとツイッターにもアップさせていただきました。なんで今年のラインナップは本当にこう旬なというか、まあ、改造の仕方もそうだし、あとチューナー系に関してはもう内装までやりきったコンプリートが2台、マンソリーレンジ、フェイトスパイダー、外装コンプリートは2台ということで、チューナー、ドイツチューナー系のラインナップも半端じゃないなっていう感じがします。特にあの F8 は X 乗させていただいたらもう結構な反響で、やっぱりあれだけやりきった車、エンストした、あれだけやりきった F8 スパイダーってあんまりないんで、まあ結構会場でも目立つ存在になるんじゃないかなっていう。今回のターボ S もカブリオレなんで、当日屋根を開けて、そしてあのこれ最速で編集して今日中にアップしようと思ってるんで、まあ、行く前の予習をして見ていただけたらいいかなと。さあ、というわけで間もなく待機場所に到着ということで、ここからが長いんですよね。待機場所でもう列に並んで、まあ、そこで代わりの入場パスみたいのもらって、で入る。で、中も大渋滞なんで、まあ、どうにかこうにか降ろせる場所を見つけて降ろすという、もう皆さん譲り合いで成立しているような感じでございます。多分うちみたいに、まあ、ワールドプレミアじゃないけどオートサロンで公開みたいな車も多分待機場所たくさんあるんで、まあ、待機場所の様子もあんまり詳しくはお届けできないんですけど、あの毎年結構面白い車が、まあ、もちろんその会場に行けば展示されてるんですけど、事前に見れちゃうっていう。あとは今回そのうちの取引先、まあ、チューナー系だったりも結構あの来日してます。特にテックアートはあのマーケティングの人だったりとか実際見に来てて、まあ、日本のマーケットの反応だったりだとかっていうのもチェックしていくみたいなんで、まあ、いろんな SNS だったりだとか、まあ、メーカー系チューナー系ショップ系いろんなもので多分オートサロンうちのブースの様子も配信されると思うんですけれども、その辺なんかもチェックしていただけると、まあ、本国支店のいろんなコメントだったりとかっていうのも見れると思いますんで、興味があったらぜひ見てみてください。当然うちのあの SNS 系は、まあ、インスタ、YouTube、僕やってる X なんかで随時いろんなものを配信していきますんで、まあ、会場もそうなんですけれども SNS もチェックしていただけると、見るだけじゃわからないような情報もチェックできるかもしれないということで、あ、着きました。うわ、大渋滞でございます。さあ、というわけで無事に救急にも届け終わって、
中に搬入できました。で、他の車も一通り揃ってこんな感じでご覧ください。こんな感じで車が集合しました。一応 GT3RS だけ今雑誌取材で外で写真撮ってもらってるんで車がないんですけれども、他の7台はこんな感じでブース内にとりあえず入れ終わりました。今設備屋さんがブース作ってくれてるんで、まあ、全部その辺が終わったらちゃんと並べてっていう感じになります。そして F8 スパイダーこんな感じで仕上がっております。F8 でマンソリー組んでここまでやりきってる車って多分日本国内にもほとんどない車になってくると思いますんで、これめちゃくちゃ見応えあると思います。そして動画でもご紹介させていただいたレンジローバー、こんな感じでワイドボディ完成いたしました。もうなんかレンジが一回り大きくなってる、このフェンダーの出具合ですからね。そしてボンネットだったりも変えてマットでこんな感じで仕上がっております。これレンジもフルマンなかなか多分まだいないと思いますんで、まあ、世界的にも多分台数まだ少ないと思うんですよね。そしてマンソリー最近デモカーに入っている機会も多いこのディッシュのホイール装着されてます。これも多分大きさ的にちょっと後ろの方のポジションになると思いますけど展示されますんで、これも見てみてください。そしてスペクター、僕実車初めて今日見ました。これはとんでもないですね。もう搬入してる時に業者さんだったり同業他社の方にもこれやばいっていう風に言われてたんで、会場でもめちゃめちゃ目立ってます。そして全容は見せられないんですけど、デッカートの新デモカー992ターボ S カブ、こちら明日ワールドプレミアになります。まあ、明日いろんなホームページだったりだとか SNS アップされてますね。ぜひ会場に来れない方はそちらも、会場に来た方もそちらチェックしてみてください。そしてイノゼテックのカラープロテクションでプロラップされたこちらの765、実はこの765あの秘密があります。それはちょっと別の動画でお届けしたいと思います。こんな感じで綺麗にガンメタで貼られております。そして足元もしっかり変わってます。そして AMG GT P1 エディション1を買った人しか買えないというとんでも AMG GT、 こちらも仕上がっております。ホイールもちょっとこれは別の動画でまたご紹介しましょう。そしてお待たせしました、ブラバス XLB もこれさすがにでかすぎてあの僕ら運べないし自走するわけにもいかないんで専門の業者さん呼んで、運んでもらいました。こんな感じでこれは多分ブースどこ止めても目立つと思いますんで、まあ、すぐ目につくと思います。こちらもぜひ。そしてですねこれ、まあ、前回動画でご紹介させていただきましたけど内装も全部やりきってるコンプリートカーなんで天井とかも全部張り替えられております。そしてこのトラック化されてるこんな感じ、これをぜひ会場で見てみてください。そして900馬力、あのちなみに昨日給油したんですけどレースガス対応でございます。オクタンカー102ベストチョイスって書いてありました。というわけでこんなのを展示させていただきます。そしてあとはですね新作のホイールもこんな感じでたくさん展示します。今設備屋さんが一生懸命ブランドロゴと一緒に壁につけてくれております。この辺も本当にいろんなメーカーの新作ホイール、去年出たばっかりのやつとか数多く展示しますんでぜひ見てみてください。こんな感じで、さあそしてこちら側はチューナーゲート、あと BC フォージドの、まあ、新作だったり壁にかけるもうスタンバイしてるホイールでございます。こんな感じで、で新作のセンターロックシリーズ ACL から ACL シリーズもこんな感じであったりだとか、マンソリーの人気のディッシュホイールなんかも展示いたします。というわけで明日の皆様のご来場お待ちしております。ボンドチャンネルのチャンネル登録、 Twitter X のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。